脳神経検査ですが、今回は顔のチェックを行います。三叉神経って言うんですが、まあしっかりこう神経が通っているかってね、麻痺していないかという検査ですからね。で、三叉神経は上段と中段と下段とね、区域に分布することができます。で、それぞれの区域の左右差を見てね、麻痺がないかという確認をすることができますからね。はい。ではこれを使ってね、まずはこっち側を使いますからね。手をこのようにしてもらって顔に当てると。で、軽くトントンとしてください。こうポンポンポンとね。で、これで振動を感じたり言ってくださいね。はい。どうですか？はい。で、次は上段の左側。で、次真ん中ね、右側、トントンと感じますか？はい。で、今度ね、はい、左側、はい、今度は下段、あ、で、こう最後6箇所ね。うん、問題ないですね。うん。で、こっち側は終わりと。で、今度これね、こうやって反対側、刺激をもう少し一点に集中させてから、ね、チェックしてみますのでね。はい、ポンと。痛くないですからね。うん。はい、今度こっち。ポンと。はい。はい。はい。ずんとね、軽く当ててあげて。はい。まあ、いいですね。で、今度はこれを、実はね、ここが開けることができて、こうすると、はい、ハケが出てきますから、これをね、軽く撫でてあげましょう。相当いいですよ。はい。はい。はい。ないですね。で、このハケをね、今度は次はどけると、ちょっと見にくいかもしれないけど、ここに針があるからね。で、この針をこれも軽く当ててあげます。あんまり当てると血が出ちゃうからね、本当になるべく軽く当ててね。で、これで痛覚の検査も行いますから、ツンと。はい、チクッとしましたか？最後ね、はい、大丈夫だったかな、ね、ちょっとチクッとしたけどね。はい、じゃあこれは終わりとね。で、これもこれ全体こう皮膚に当ててもらって、ほっぺたにこう当てて、ほんとね、この冷たさが感じるかどうかも確認してください。はい、ヒヤリとしますか？はい、ですね。うん。で、さらに弱い刺激を与えてあげます。こうね、ティッシュペーパー使って、このようにこうして、こよりを作って、ごくごく軽い力でそーっと撫でてあげてください。はい、感じたり言ってくださいね。はい。よし。よし。はい、いいですね。問題はないですから。さらにこれもやろうか。ね、一定の刺激を加えると引っ込みますからね。これで軽く当ててください。ね、はい。はい。こめかみのところも感じますか？はい。はい、いいですよ。
で、これで基本的な三叉神経の検査は終わりですね。次、ちょっと顔全体のチェックも行いますから、一旦顔をほぐしてもらって、うん。ね。で、ちょっとリラックスしてから顔をね、こうフラットな状態にリセットして、で、行いましょう。では、目をギュッとつむってください。ね。軽くつむるんじゃなくて、ギュッと思いっきりつむる。そう。ね、でこれ通常でしたらこれねまつげがねほとんど隠れる状態になるんですよ、ね、でももし隠れてない側があるんでしたら麻痺の疑いがあるということですからねこれしっかりと観察してあげてください、まあ、以上ないですからねいいですよじゃあ目開けてください、ね、で次ほっぺたをうーんとくなるべくいっぱい空気を含んでから大きく膨らませてくださいちょっとじゃないよいっぱいねギリギリまでそうそうそうで、これで軽くつついてあげる。こうね、ツンツンと。右側、ツンツンと。ね、左側、ツンツンと。ね。この両側もツンツンとね、こう、いっぱいつついてあげて。で、空気が漏れるようでしたら、これもね、力が入っていないということですからね。まあ、漏れないようでしたら大丈夫ですよね。はい、いいですよ。はい、元に戻してください。で、ズイーンとしてください。これは力入れなくていいですからね。形をイーンとするだけです。で、この時、口の形をチェックしてから、ね、左右、ね、形にバランスが崩れていないかというね、これ見てください。うん、はい、ですよ。戻してください。まあ、もともと口を歪んでる人いますから、その場合ちょっとわかりにくいですので、その時は、胸元をちょっとこうね、広げてもらって、こうね、そうそうそう。で、このね、後傾筋の、はい、チェックを行います。後傾筋、ここね、うーんとするときにここが、ぷくっとこう、張りますから、それの確認を行ってください。これね、左右バランスが取れているか。まあ問題ないですね。いいですよ。はい、じゃあ元に戻してください。はい。で、今度はちょっとごめんなさいけれども、おでこにシワをたくさんね、寄せてもらいます。目を大きく開けて、眉毛も上に上げて、ね、ちょっと上の方を見てから、なるべくおでこにシワを作ってください。ね、でこのシワの形を見てからね左右差異がないかしっかりと確認しましょう。うん、異常ないですね。いいですよ。はい。で一旦ちょっと顔をほぐしてリラックスしてもらって、うん。で今度は奥歯をグッと噛んでください。うんと、なるべく強く、まあ無理はしないようにね、強く噛んでもらって、うんと。うん、で、このね、側頭筋の検査を行いますから、このこめかみのところに手を当てて、これも同じようにね、こう、側頭筋のこの筋肉の収縮具合を確認してください。こうね。うん。これも左右均等にね、しっかりと張りが出ているか、検査を行います。はい、いいですね。で、まあこれもし、人によっては、両側ぐっと噛み締めるのが大変な人もいますから、その場合はね、別々に、まあ、例えばまずは、ね、こう右側、グッと噛んでみてください。で、こっち側、ね、こう、しっかり針が出てるか。いいですよ。で、今度は左側、グッと噛んでみてください。で、同じように針があるか確認してもらって。よし、いいですね。で、一旦口を楽にして。で、まだあります。もう一度同じように奥歯をグッと噛んでもらって、で、今度はこのね、後筋、噛む力ですね。ここを見ますので、ここしっかりもう一度同じように手を当ててもらって、こうね、うん、まあ、正常側はしっかりと盛り上がりますから、後筋のチェックね、こう行います。まあいいでしょう。はい、楽にしてください。はい。さあ、で、次、口ですね。はい、大きく、あーっと、今度は開けてもらって、そう。で、あーっとそのまま声を発してください。あーっと。ね。うん。で、この時に舌が片側によれていないかというチェックを行います。ね。で、この軟口蓋とか、あとは咽頭とかにね、異常がないかもしっかりこの時同時にね、見てください。はい、いいですよ。一旦口閉じてください。はい。で、もう一度大きく口を開けてもらって、あーね、で今度は舌を出してください。うん、なるべくいっぱい出してください。ね、ちょっと大変ですけどね。
で、この時に舌下神経の診察も行ってくださいね。舌の変異とか、萎縮とか、あとは蓮縮とかないかね、しっかり見ていただいて。で、こう、今度は左右に振ってください、舌を。これも均等にね、交互にしっかり触れているか確認します。はい、いいですよ。はい、楽にしてください。まあ、これで全体の検査終わりですね。で、他の検査としては、まあね、目、視神経と聴神経ね、運動神経、まあ、などなどありますから、これもまあ随時行っていきましょう。今回の脳神経検査はこれで終わりです。はい、お疲れ様でした。